みんな、そろそろ出れる？お花も買っていかなきゃいけないんだからね。あやこ姉ちゃん、俺の服は？知らないって。もうあんた、ハルトじゃないんだからさ。さあ、ほら。行くよ、ハルト。あんたはもういっぺん死んで生き返るんや。キリュウさん、俺らについてくれたら十分見返りがあるっちゅうこっちゃ。近江連合直参渡瀬組の総力を挙げて保証させてもらいます。だがそのためには花輪に生きていられちゃ困るってわけだ。ええ、俺の計画はこうです。まずあんたと同じ体格の死体を一つ用意します。それが花輪さんと一緒に見っかれば大道寺には桐生さんに見える。世間的にはどっちの死体も身元不明。俺と同じ体格の死体か。そんな都合のいいもんが用意できんのか。近江連合をなめんでください。すぐ調達できますわ。あとは俺らにも抱き込める検視官はおりますんで、今度はこっちが大道寺を出し抜いたります。なるほど、どうやらいい話らしい。ご理解いただけたようで。ああ、俺が桐生一馬だったらの話だがな。あんたまだそんなことを。さっさと花輪を返せ。こっちの用はそれだけだ。桐生さん、人違いだと言ってる。はあ、黙って見合っとってもしゃあない。それは見ての通り赤い虎です。どういう意味だって聞いてんだ。大阪の蒼天堀に赤目っちゅうホームレスたちを取り仕切っとるもんがいます。そいつんとこ行ってこの赤虎を見せてください。花輪さんも今車で蒼天堀に移送中です。それを追いかける手がかりになります。なんでそんな真似をする。俺らにしても親父に話聞いとるだけで、あんたがどれほどの男かよう知らん。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしいようになってくる。アホらしいってのはこっちのセリフだ。そもそも俺は桐生じゃないと。あと一遍でも言うたら花輪は殺す。蒼天堀には一人で向かってもらいます。もし他に連れてきたらその時点で交渉はしまいや。俺らが会うことは二度とない。花輪さんは死体も上がらんで。こいつを赤目ってやつに見せたらどうなる。やってみたら分かります。赤目は蒼天堀川の南側を縄張りにしておりますんで、その辺りで人に聞けば会えますわ。俺からのヒントはここまでや。ゲームのつもりか。ええ、せやけど悠長にやるつもりはありません。道島の龍が噂通りの男やったらすぐ答えにたどり着く。そうやないならこっちから見切りつけるだけや。花輪さん見捨てる気やったらそれも結構。好きにしたらええ。もしもし。俺だ、住職。
上流だ。連絡をお待ちしてました。花輪さんはどうなりました？まだ人質に取られてる。場所は蒼天堀のどこか、近江連合の町だ。俺もこれから向かう。では私は何をすれば？3日経って連絡がなかったら、このやり取りを大道寺の連中に伝えてくれ。その場合俺は花輪の救出にしくじったってことだ。花輪の命はあんたらに託す。どうでしょう、一派が花輪さんやあなたの救出に動くとは思えません。ああ、だが伝えておくべきだと思ったんだ。もし俺が死んだら、もう花輪の居場所は誰にも分からなくなるんでな。分かりました。お心遣いに感謝します。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。赤目ってやつを知りませんか？赤目？さあどうやろな。別に怪しいもんじゃ。夜にそんなグラサンかけとるもんがかいな。いや、それはまあいいわ。赤目のことやったらホームレス捕まえて聞いたらいい。ホームレスはその辺におるやろ。すまない、赤目ってやつを探してるんだが。ああ、今日は見とらん。いつもその辺歩いとるんやけどな。どんなやつだ？よそもんに余計なこと言うて、あの人怒らせとうないんや。聞くんやったら他のもんに聞き。
なあ、赤目ってやつを知らないか。赤目さん。ああ、それやったら、ほら、あれや、駐車場の方に歩いてったで。急いでったらすぐ追いつくわ。どんなやつだ。行ったらすぐわかるわ。早う行かんとどっか行ってまうで。よし、開いた。しばらく寝てろ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。俺に何か文句あるんだ。
決めてろ。ありがとう。
いらっしゃいませ。いただきます。気に入ったぞ。よし、行くか。ありがとうございました。よし、開いた。あ、なんやおっさん。赤目ってやつを探してる。赤目さんになんの。さあな。あ、何やだ。悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。な、ちょ待ておっさん、それこいつは何なんだ。何や、あんた知らんのかそうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのにこれだけが手がかりなんだ。何も知らんあんたが持っとってもしゃあない。わしらがもらっとこな。ええやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。えらい余裕やな。お前ビビっとるんちゃうか。グラさんでよう分からんけど。やめとけ。お前らに怪我させるつもりはねえんだ。ええからそれよこせよおっさん。口で頼んでるうちんな。警告はしたぜ。そらこっちのセリフや。まぬけ。こっちの番だ。お前らじゃ拉致が開かねえ。赤根んとこに案内しろ。これ以上手間かけさせんな。そんな相手に凄むんやめや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だそっちこそうちを探してたんちゃう。じゃあお前が赤目。まあな。そんなジロジロ見んといてくれる。ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやったんで。うちは何でも屋や。便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん使うんどろん。で、うちに何の用や。あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男から
あんたにこいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる？待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ？手下ってことでいいのか？うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会ったこともない、ビジネスだけのドライな関係や。なんだと？じゃあ花輪のことは？花輪？なんなんそれ。おい、冗談だろ。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとき、ついてきて。ガキの頃、怪しい人にはついていくなと教えられたんだがな。うちはヤクザとちゃうで。だからって仇とも言えなさそうだ。まあそれはそうかもな。なんて読んだらええ？本当に釣るのかな、何も聞いてねえんだな。全然、うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの？ああ、もてなしって何のことだ？へえ、そら脅かしがいがあるな。その赤虎、まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。ああ。ここは？うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割には、ボロいっちゅうやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ、赤虎持ってる人が何言うてんの。まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。かわいい目してんのに、なんでずっとグラさん？あんたただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかくもう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。どうする、上流。あんたは何者なんだ、赤目。何でもや言うたやん。まあ合法非合法問わず大抵のことはやるかな。一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。ホームレスたちの面倒を見て、代わりにいろんな情報をもらってる。それがホームレスを仕切ってるってことか。多分旗から見たら
ホームレスの支援してるとか思われてんちゃう？大阪は日本で一番ホームレスが多いんやって。そういう土地柄生かしたビジネス考えな。うちみたいな中小はやってけんのよ。とある場所へはすぐに行けないのか？今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後、あそこは万全の体調で行かんと後悔するで。悠長にしてる場合じゃねえんだがな。まあとにかく、とある場所は明日のお楽しみや。今日はもうゆっくり休んだらええ。お前はどうすんだ？まだまだ酔いの口や。うちは仕事が山積みなんや。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファ使ってくれる？